こんにちは。深田静香です。毒親育ちのカウンセラーがお届けする競馬のすすめです。今日は記念すべき第1回目ということで、私が競馬を教わるようになってから、どうやって楽しんできたのかというお話をしていきますね。私が競馬を教わるようになったきっかけは、これまでもこの YouTube でお話ししているんですけど、 病的真面目を治すためにカウンセラーの先生から勧められたんです不真面目になるためには不真面目なことをする必要があるそこで先生は法律で認められているギャンブルの中で私が一番合うなと思ったのが競馬だったそうなんですただギャンブルは依存性があるので私は先生とルールを決めて馬券を買うのは 芝の G1 レース。そして金額は今6000円と決めています。私は先生に競馬を教わるまで競馬の知識は全くゼロでした。だからさっき言った G1 レースっていう意味も知らなかったんです。最初に G1 のことを Google で検索すると 住所ということが書いてありました。なんで住所で G なんだろうなと思ってさらに調べてみるとグレードの G だそうです。重賞レースは賞金がとても多いレースで G1 の他に G2、G3 があります。G1 が一番金額が高くて強い馬たちが揃っています。私は2020年の 12月19日で引退したアーモンドアイちゃんという女の子のもう強くて美しくて可愛いお馬さんがとっても好きで大ファンになりました競馬を楽しむための一つの方法としてファンの馬を作ることですファンの馬がいると本当に毎日が楽しいです私の場合はコレクターで 収集壁があるのでアーモンドアイちゃんのグッズを揃えたり SNS でアーモンドアイちゃんの情報を調べたりしてすごく楽しい気持ちになります私は見た目が可愛くて強い女の子の馬がとっても好きです私みたいに強いものを応援するっていう人は割と多いと思うので G1 レースから 見るっていうのがおすすすめです今回2021年の G1 レースの数を数えてみました。これは JRA さんの公式サイトに載ってます。下の説明欄に JRA さんの公式サイトのリンクを貼り付けておきますね。中央競馬の重賞レースの1年は金牌に始まります。 2020年は1月5日の中山金牌と京都金牌が始まりそして2021年の12月28日のホープフルステークスで終わります。レースには芝のレースとダートといわれる砂地を走るレースそして障害レースがありますが全部合わせると。 G1 は26レース、G2 が39レース、G3 が73レースありました。そのうち私が実際馬券を買う G1 のレースは22レースです。きっと競馬を知らないというあなたもおそらく名前だけは聞いたことがあるであろう、宝塚記念とか有馬記念とか、 ダービーとかいうのも G1 レースです。G1 や重所だけじゃなくて、競馬用語とか、あと馬が装着するバグとか、本当に知らない言葉だらけで、その度に調べていました。競馬3年目に突入した今も知らない言葉が出てくると、その度に検索しています。 新しい言葉を覚えたらちょっと競馬通になったような気がしてとっても楽しくなるんですすぐ使いたくなっちゃったりします最初は競馬番組を見たりあと JRA さんの公式の YouTube ではレースを見ることもできるのでレースの映像を見るだけでも楽しいと思いますどんな馬がいるのかなとかそれから 最近は馬女の方々がとっても多くて騎手のファンがとっても多いんです若い子からベテランの方までファンの人がとっても多いのでどんなイケメンの騎手がいるのかなって見るのもいいと思います私は竹豊騎手のファンなんですけどその他にもアーモンドアイちゃんにずっと乗っていた クリストフルメール騎手、そして若い騎手では2020年史上初の無敗の貧馬三冠を取ったデアリングタクトという馬に乗っている松山公平騎手のファンです。松山公平騎手はもう顔もとっても可愛らしいんですけどインタビューの受け答えがもうとっても柔らかくて癒し系なんです。 競馬は馬だけでなく人との関わりもすごく多いのでこうやって一つずつ一つずつ知っていって競馬にハマっていきましたそして今では大好きになりました今年からこの YouTube で実際に買う馬券だけではなくって他の重賞レースの仮想馬券の予想も配信していくので 聞いてくれているあなたも一緒に仮想馬券を楽しんでくれたら嬉しいです。今日はこれで終わりますね。最後まで聞いていただいてありがとうございました。また来ますね。